谷や。これはでも絶対見つけれんで、こんなん。こんなもん。よう見つけたな。だってこれ、一個一個この辺見てってよ。ほんで、もうここでなくなったわ、みたいなとこで、やったやもんな。石なくなったわ、みたいな。おっと！ある。おぉ、めっちゃ光ってる。嘘だ、見せて。この辺からやな。でも、もっとゴロゴロなかったらあかんと思うで。この落ちてる石が。でもかなり増えてきたな。しかもその、まん丸じゃないやつ。タワーで見つけたってことはもうでもこれ正解か。正解。多分正解。こんなんホタル石の石これやけどな。あったわ、ほら、やっぱりな。この辺全部そうやで、絶対。めちゃくちゃ出てきた。めちゃくちゃ出てきたな。この白いとこ全部そうや。ここら辺や。鹿板をここに置いて、で、ここに集めとこっと。ここじゃないんや、多分。まだ、もっと本格的なとこがあるはずやね。なんか僕好みの、なんちゅうかな、全体的に光ってる、もう結晶だけのやつとかが欲しいんやけど。うわぁ、すごいなった。超光ってる。見て。行く価値あり。これな、見て。これ、すごい光るんや、これ。これ。おぉ。本人、こんなしたら普通にある。貸してほしい、これ。貸して。普通に、それなかった。探せれん、逆に。うん、そんなしたらいっぱいあるで。簡単に見つかる。ここやったんやな。っていうか、どっか、ここよりももっとあるはずやな。もっとすごいのが。どこが本物のズリなんや。もうちょっと上なんか。もうちょっと上なんかもしれん。もうちょっとガンガン上行ってみる。うん。なくなったら、そこじゃないってことだよな。うん。ここら辺照らして、さっくり、ふわーっと。違うな。あ。ん？なんかでかいんちゃう？そうやな。めっちゃ光ってるな。何時だ今、大丈夫な。帰れるよな、我々。まだ12時ぐらい。ほんま？両サイドも見とかなあかんで。ズリは、ま、この川の真ん中がズリってわけじゃないから。あ、ここら辺釣りなんじゃん。釣ってる。採石したら感じがする。結構割られてるよ、ほら。もうこの辺そうなんじゃない？だからこの辺が釣りや。大口、この辺にあるんや。もうちょっと上まで行ってみるか。結構割られた跡あるもんな。うん、それ誰か割ったんか知らんけどな。あ、これもそうやわ。で、おっ！この、ここにあるんじゃん。見て。こういう偶然を。あった！あー、踏まれた。照らしてた、照らしてた。違う違う。ほら。大きい！大きい、大きい、大きい。大きいの見つけた。ここを偶然に、ここ向こう照らして。こういうとこを偶然した方があるんちゃう？もう一回偶然して。待って、回し抜けへんねん。ああ、いっぱいあるやん。この辺じゃない？だから。ズリがここじゃない。ズリがここってことは、その上にあんねん。穴が。ん？そうやな。この辺がズリなんじゃないの？いっぱいあるな。なんか、細かいもんは。こうなしてめくっていったらいいのあるんかな？ないか。そう、甘くないか。でも、こんな全部そうやろ。ズリやろ、これ。うん、あ？違うか。そうやな。ほら、全部ホタル石入ってるな。うん、ここら辺もそう。入ってるんですが、うん。終わったら、綺麗なんかな。サビがさ、もう、ついてるやん。うん。終わっても綺麗じゃないわ。サビだらけ。これがズリか。ほんま、見事にその石ばっかりやな。確かに、確かに。この上が。そう、上が本丸や。この上が本丸じゃ。
ちょっと上見てこうか。どれどれ。この上からこう砂利が落ちてきてんのよ。いっぱい。あるわあるわ。中華入れ物持ってこんかった。カバン全部置いてきた。だってこんな上まで来ると思わんかった。いっぱいある。うん。いっぱいあんねんけど、いっぱい錆びついてんのよ。ああ、こいらもそうやもんな。見て、ライト照らして。あ、太陽光でも光るってやつほどでもないか。これなんかそう塊やけどな。ほら。そうやろ？ゴロッとした。ここら辺、いっぱいあるよ。この上か。この場所を見つけて満足してしまう。そうやな。ついに、この場所を見つけるのが大変だったもんな。うん、でもまあ、錆びちゃってんのよ。この錆びてないのがあるらしいで。あるある。こんなん欲しいんやな。もうこの、身だけになってるやつ。うん、身だけに。ガラスだけに。そうそうそう。いっぱいある。身だけになってるやついっぱいある。ここら辺も全然あるやん。まだ。いっぱいある、うん、なんかホタル石。ホタル石の墓場、うん、ホタルの墓場になってる。全体がもうそうやねん。そうやなぁ。ちゅうかよ、いっぱい破片落ちてんのよ。え？ここにあったら？あかんな。ここに根生えてしまってるから。あるわぁ。じゃああんねんよ。なんか、僕が欲しい、こういう塊みたいなやつ。いっぱいあんの、これ。なんかあんま希少性が失われてきたな。逆に。ねえ、いっぱいあるやん。うん、目つぶって拾ったらホタル石。なんかでかいのない？うん？ちょっと待って。え、僕穴見つけてしまったかもしれない。え？なんか前進まんのよ、なんかいっぱいあって。あー、なんか大きいのも見つけたし。え？こう、あの、入り口？行くわ。じゃあ行くわ。え？どこ？どれ？どれよ。なんかあるな。あそこやろ。でも行けんな、あそこまで。行けんし、行く必要なく、なく、そこまで行かんでもっていう。それよりも、ホタル石でポケットがパンパンに。うわ、僕あれ見に行きたいわ。ちょっとあれ見に行ってきた。行く？どこ？どうやって行くの、そこまで。ちょっと待ってよ。いける？危なくない？どこどこどこ？よいしょ。よいしょ。どこどこ？あれ？どこって？行けるそこまで。こっちやと思うで。あそこからなんかずれてきてるやん。あっちかな。それ木の根っこやろ。あの子出たんじゃん。なんか言ってよ。うん。熊の巣でしたって言われた。言えちゃう。え、穴あんの一応。穴あんの。じゃあ行こうよ。じゃあもうそこは。行こうよ。行ってみよう。木がじゃないの。そうよ。尺長いなこれ。まあでもあの上行ったら、こっち横見ていったら絶対あるよ。よいしょ。
いける早い違った、うん、そのまま横へスライドしていったらいける？よいしょ、ここまで来たら、よいしょ、あ、見て、この、これじゃない？ここになんかあるよ、人工物。それか、あ、ここ、待て、神様かなんかあったんじゃない？ほら、お酒の瓶もあるし、ここに。ほら。ここほら、見て。ほっこら、多分。ここに、なんか神様があった後。ということは、峠の道がどうとか。そうかな。どこ？あ、峠の道、これか。あれ道っぽいよな。うん、ずーっとな、うん。そうかもね。まあ、ここに、そういう祠がありましたよな。あ、ここじゃない、そこじゃない、そこなんか、えらい、ここら辺から、石、ほら、掘ってない、違うかな。そこら辺、これでしょ、多分。そういうか、その上じゃない。これ全部そうやもんな。見たろうか。うん。絶対そうや、これ。光らんな。ただ崩れただけかな。そこか。もう一個下になんか掘れ込みない。あそこ。あそこじゃない？そこや！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 それや！それや！それ、そう、埋まってるからやって。そんな大きい穴じゃないもん。穴っていう穴じゃないで。ここやろ。ここが、だってここスタートやろ。どう見ても。そうな。ここでしょ。穴は埋まっちゃってるとかじゃない。ここを掘った感じやろ。もうどう見ても。さあ、ここにあるかどうかやな、あとは。ある、見て、見て。もうある。でもここにあるってことはもうちょっと上じゃない？え？ここ、あ、ここにあるってことはもっと上から来たかって？ああ、確かに。そういう発想もできるな。あ、もうちょっと上なんじゃない？もっと上行っちゃう？ある？なんかそれらしいもん。穴がある。ここやと思う。違う？ある？ぽい石ある？ふう、強烈に強烈な。こう見ながら行くはあるかどうか。めっちゃ偉いんやけど。はぁ、えら。だいぶ登ってきたんやけど。あった？でもなんかそこまでよいかん。もう任した。ちょっとね、僕はもうそれ以上余裕感かな。危ないから。どう？あなた？うん。ある？ほんで、ホタル石ある？うん。まあ、すごいみたいなんではない？いや、もうはっきり多分なんかいいやつやったらもう緑か紫。あ、掘った？あ、そう。ここめっちゃ掘った跡ある。
ぽい。穴ないけど、ここ誰か掘った跡あるみたいな。ぽいようなあんねんけど、でも出やんかったんかな、これ。ちょっと危ないから降りよ。ここは危ない。いや。あんまり上に来たらないな。さっきのさ、僕ここじゃないって言ったとこ以上にはないわ。やっぱあそこがそうなんじゃない？その辺も掘ってるけど、これ以上上にないよ。ここがそうなんや、絶対。交渉、ホタル石交渉やな。まあ降りようか、とりあえず。その下でちょっと探したいわ。で、分かったのは、あんのはこっちや。こっちの下や。ということで、たとえくんとついに、ズリを見つけました。ズリズリ。まさかね、うん、こんなところにあるとはちゅう、うん、よう見つけたな。よう見つけた、ほんま。でね、ズリへ来るとね、もうね、ホタル石はね、そこかしこにあるな。うん、探さんでいい、うん。とりあえずね、サニさん、ポケットいっぱい、こんなにちょっと見つけたんで、はい。もう満足したかなというところです。ちょっと袋とカバンを下に置いてきたんでね、ポケットに入れてますけど。まあ、そんな感じで。満足、うん、じゃあもう帰りますか。帰りましょう。よっしゃ、以上です。これとかね、すごく大きくて綺麗です。これとかね、結晶の綺麗な、こういうちょっと黄色っぽい色もあります。それとか、これとかね、ちょっとわかりにくいんですけど、太陽光でね、紫に光ります。あとは、あ、これも綺麗ですね。こういうすごくね、結晶が綺麗。小さな結晶の集まりです。あとはですね、これがね、一番大きい塊かな。結構気に入ってんのはね、これですね。これがね、巨たる石って言ってたやつですね。割るとね、こんな風に中にね、筋状のホタル石の、鉱脈っていうのかな。そういうのがあります。これはね、透明感のある結晶がここについてますね。それではね、紫外線を当ててみます。こんな感じでね、紫に光ってます。ちょっと近くで見てみるか。こんな感じで明るいところでね、紫外線に当てると、すごく綺麗な紫に光ってます。これね、肉眼で見るとね、もっと綺麗です。こんな感じでね、すごく綺麗です。あとはこれも綺麗。めちゃくちゃこれね、肉眼で見るとね、本当に綺麗ですよ。よし、それでは電気消してみますか。肉眼ではね、青白く発光してるんですけどね、ものすごく綺麗。